回は見せ場屋の育て方についてお話ししていきたいと思います。見せ場屋、こういう葉っぱがポコポコっとあって、縁取りがこういうふうに綺麗な縁取りがあって、そしてこういう細い花を咲かせるセダムの一種です。まあ葉っぱの大きいセダムだと思っていただければ OK です。見せ場屋の育てる注意点とすれば、乾燥気味を保った方がいいということです。乾燥気味を保った方がいいということは、あの水がこう常にある状態だったりとか、この鉢植えだったらこう鉢の底に皿があって、皿の中に水が溜まった状態、そういうのを嫌います。逆にあのこういう多肉質なんで、あの乾燥は皆さんうまくやるんですけども、全くもって水をやらないという場合もあるので、それはそれで枯れ死んでしまうことがありますから、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるけども、常にダバダバの状態ではない、はい、そういった状態を保った方が元気に育つ植物です。まあそんなにね、気を使わなくてもまず枯れることはない植物なので、虫もあんまりつかないですし、肥料も必要ないですし、育て方はすごく簡単なんですけども、まあ使う土とすれば、庭に植える場合には水はけのいい場所に植えた方がいいですし、土を鉢植えにする場合にはこう玉っこの大きいような赤玉とか鹿沼とか、そういう土を使って植えると失敗が少ないと思います。はい、これはね結構育てやすい植物ですし、あの葉っぱが大きいセダムなので、自分のところで群れたりすることもないですから、結構育てやすい植物なので、ぜひ見せ場や育ててみてはいかがでしょうか。葉っぱがね綺麗なんだよね。以上、見せ場やの育て方でした。